まあ、そうですね、まあ、ついに来たるべき時が来たなっていう時ですね、本当に、うん、まあまあまあ、いずれ、まあ、この道は通るなと思ってたので、まあ、今まで、まあ、芸歴まあ17年目になるんですけど、まあ、その1年1年の積み重ねで仕上げてきたところあるんで、まあ、やっと、まあ、本業に戻れるかなっていう感じですね、ある意味では。まあ、多分芸人で多分一番僕らが、うん、おしゃれって言い方したらすごいダサいかもしれないですけど、17年目なんですけど、やっとかっていう感じです、うん、遅い遅いなって、うん、はい、ちょっとファッション業界の方がちょっと注目するのが遅くなってしまったなって。いや、そうですね、一回それはちょっとお詫びを入れて、うん、まあまあ、いろいろ。あ、ないですか。これあれですかね、ワーテックスですよね。お二人にとってファッションとは、まあ、ファッションとはって言われるともうなんか服って感じですかね、うん、うん、聞かざる、うん、見ざる言わざる聞かざるっていう感じであります。ファッション、セッション、ファッションです、ね、うん、はい、ファッションによってこう世の中に与えたい影響みたいな、うん、だからまあいろんな捉え方あると思うんですけど、うん、僕らのする、まあ、ファッションアートで、うん、まあ、なんか感じ取ってもらって明日の活力になったりとか、うん、なんかそういう、うん、まあ、パワー、ファッションみたいなのを感じてもらえたらなんか、まあ、ちょっとでもいいかなと思います。でお腹いっぱいになってほしいですね、うん、お腹いっぱいにするっていう、うん、あの牛丼大盛り食った感じ、うん、それをなんかファッションにしたのって、今日は美味しくはなくていいよって、そう、もう俺らのこのフォトを見れば本当お腹いっぱいになって栄養満点なの、そういうおしゃれしていきたいなと。